写像。写像、写像とは、二つの集合が与えられたときに、一方の集合の角元に対し、他方の集合のただ一つの元を指定して結びつける対応のことである。関数、関数、変換、作用素、位などが写像の同義語として用いられることもある。ブルバキに見られるように、写像は集合とともに現代数学の基礎となる道具の、 一つである。現代的な立場では、写像と一家の関数は論理的に同じ概念を表すものと理解されているが、歴史的には関数の子は解析学に羊を持つものであり、一部には必ずしも写像でないものも関数の名のもとに同じ範疇に扱われる多可関数参照。文献によっては、数の集合、大抵の場合、実数体、または 複素数体の部分集合を終わり域に持つ写像をして特に関数と呼び、写像はより一般の場合に用いる。関数、二項関係、対応の各項も参照のこと。集合の各元に対してそれぞれ集合の元をただ一つずつ指定するような規則が与えられているときを定義域、あるいは市域から終わり域への写像といいなどと表す。またはで、 あるいはの上で定義されているといい、あるいはまたはに、あるいはの中に値を持つという、地域を終わり域をのように記すこともある。またのもとに対してによって指定されるのもとがである。このことを、がによってに移されるというとき、おにおけるの像あるいは値、値、と呼び、おで表す。によってのもとがのもとに移されることは、という記法で表される。二つの写像、 二つの相当関係について、次が成り立つ。集合論においては、集合の元の順序体からなる集合、すなわち二項関係がの二つを満たすとき、おからへの関数と呼び、で表す。またこのとき、であることをと書く。この文脈では、とのグラフを同一視し、関数と写像を同じ意味に用いる。二つの写像との相当は、集合として同一であるということ。 すなわちということであるが、これは、との定義域が等しく、かつ、任意のに対してであることと同値である。一方、権論の用語との整合性を重んじる文脈では、次のようになる。集合、この元の順序体からなる集合、すなわち二項関係がの二つを満たすとき、三つ組をこの関数関係から定まるからへの写像と呼び、で表す。またこのとき、であることをと書き、 を写像のグラフと呼ぶ。二つの写像との相当は、三つ組としての相当を言う。特に、が共にからへの写像の時、とが等しいというのは、この二つの写像のグラフととがの集合として、同一であるということ、すなわちということであるが、これは、任意のに対してであることと同値なので、素朴な意味で写像とが等しいといった時と同じ意味となる。 言論の用語と整合性をとる文脈では、写像の相当を扱う際の二つの写像が、共にからへの写像であるという正し書きは重要である。例えばからへの写像とからなるへの写像について、集合として、つまりグラフが一致でも三つ組としては異なるから、この二つの写像は同一でない。実際、なる、元の対応で定められる二つの写像とを考えると、 後者は前者性を持つが前者はそうでない、地域、終わり域の各項も参照、など。これらはどれも、見論における者の例になっている。者、箱で、を集合とする。社像がの任意のもとに対してを満たすときは、定置者像と言われる。が空でないとき、定置者像とはその像が一元集合となるものである。が空であるときは、文献によって、扱いが異なる。 をの部分集合とするときによってに移される、地域の元全体からなる集合をの逆像、または現像といい、で表す。で定義される、二つの写像が与えられたとする。そのときの元にのもとを対応させるからへの写像が一つ得られる。その写像をととの合成写像、あるいは席といい、またはで表す。写像が与えられたときが成り立つ。なお、 写像の合成について、交換率は成り立たない。これらのことから、特にカラソレ自身への写像、上の変換全体の集合は、高等写像を単位元とする非可間物移動をなすことわかる。右全域性についてが成り立つとき、つまり地域と終わり域が一致するとき、おからへの前者という。左位置性の任意のもとに対して、ならばが成り立つとき、お単者という。 方眼写像は単写である。単写の制限写像も単写である。おからへの全単写とする。その時のもとに対してであるようなのもとがちょうど一つ存在する。そこでこのもとにそのようなのもとを対応させるからへの写像をの逆写像といいと表す。定義より次が成り立つ。はからへの全単写であるの構成からであることがわかる。 からそれ自身への全単車全体の集合をとすると、写像の合成は結合法則を満たし、高等写像を単位元として、任意の全単車が逆写像を逆元に持つから、これは群をなす。特にがこの元からなる有限集合の場合のを、次対象群という、の合成が定義可能で、全単車であるとき、が全車であること及びが単車であることが容易に、 確かめられるが、このことの逆も次の意味で成り立つ。この二つの事実には、正確に逆が成り立つ。したがって、前者と単者を次のように定義することもできる基地の、写像から別の新たな写像を構成する方法を、いくつか示す。写像の定義域をより小さな部分集合に取り換える、ことで、写像の制限、または、縮小が定義される。すなわち、写像と、 部分集合が任意に与えられたとき、任意のに対してと置くことにより定義される写像を、写像の絵の定義域の制限と呼ぶ。写像の適当な制限がに一致するとき、和の延長、または拡大もしくは拡張であるという、終わり域の制限や延長を考えることもある。また、写像の制限の記号は誤解の恐れがない限り、省略されることも多い。二つの像、で、 それらの定義域が交わりを持たないとき、これらのグラフの合併として、写像の名を数を定義する。これは、具体的にと書ける、区分的に定義された写像である。より一般に、のとき、二つの写像の絵の制限画を満たすとき、名を数写像は、ウェルディファインドで、を満たす。名を数は、の共通の延長として最小であり、名を数のグラフは、それぞれの写像のグラフの合併である。 なお数は果敢である。さらに、一般の場合に、のによる上書きはと呼ばれるの延長が及びのグラフの合併として与えられ、と書ける。上書きはは一般には果敢でない。二つの写像に対して、写像の直積はで与えられる。任意の写像に対し、上の二項関係をで定めるとは、同値関係で、写像に付随する同値関係と呼ばれる。 この同値関係による類別を考えることによりは、遠い集合の和に分割される。この時、小集合からの写像は、well defined での同値関係による小写像あるいはに付随する全単写と呼ぶ。写像系列あるいは等式、ただし、は自然な全写、は自然な単写を写像の標準分解と呼ぶ。カラへの写像全体のなす集合は配置集合と呼ばれ。 しばしば指数記法に従って、あるいはと書かれる。配置集合は、フォーミュラ27とも書かれる。5おさむき